はい、ということで今回はアオリイカを使ったなんだろう、まあアオリ。はい、ともりです。本日はそのアオリイカを使って、まあよくね、相手を怒らしたり介入させたりする人がいるんですけども、まあ、今回は俺に対して他の人にアオリイカをしてもらって、一番そのアオリイカの中でどれがうざかったか腹が立ったのかっていう、どんなアオリが一番イライラするんだろうっていうのをちょっと決めていきたいと思います。名付けてアオリイカ選手権、誰が煽れるか。はい、アオリイカ選手権が始まりました。まずはどのイカタコが来るのでしょうか。誰だ、え、イカ来た、イカ来た、イカ来た、うわ、なにこれ、あ、ジェットパックで煽ってんの、飛べてない、飛べてないイカになってる面白い面白い、どっちかっていうと面白いじゃあ2人目、さあ次は誰が来るのでしょうか。あれ、なんか今一回戻った一回戻ったぞあれ、あー、やられた、タコか、あ、かわいいじゃん、なんかめっちゃめっちゃ振ってる。あれ、昔やった時ってさ、昔一回アオリイカ選手権やったことあるんですけど、これ、あ、書いてた。書いてた。次ですね、3人目の方に来てもらいましょう。どうぞ。来た。なんかゆっくり登場したと見せかけ。ヒデオじゃん。言って倒し方が、傘ない。何やってんの？何やってんの？あ、待って、アサリに隠れてる、これ。なんかね、全部ね、そんなに、怒らなかった、ね、企画だからかもしれないけど、あれかも、そんなに腹が立たなかった。みんな引き分け、はい、じゃあ第2回戦を行っていきたいと思います。さっきのじゃあ引き分けだったので、まあ、ここでね、本当にうざい煽りがわかるんじゃないでしょうか。じゃあ1人目、あ、イカが来たよ。すぐ倒す。スタンダード。これスタンダード。お、スタイル打ち、あ、あーあああいけないんだ。先生に言っちゃおう。はい、それでは2人目。2人目お願いします。多分順番で言うとタコかな。おー、すぐできた。ん？あ、水車だ。水車。かまど炭治郎がいる。うお、ぶれ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 。かまど炭治郎がいたぞ、今。水車してた。それでは、3人目。ひりゅうくんかな？来た。ゆっくり。ゆっくり来た。で、カーボンで引かれたんだけど。うわぁ、リスポーンにゃちょっと待ってくれ。それは、やりすぎだ。なんか、これ腹立つね。顔、ひりおくん、顔が悪いわ、これ。これ、イカちゃんがやつは可愛いのに。これ、ひりおくん顔が良くない。ねえ。はい、一通り、アオリイカ選手権終わったんですけど、まあ、みんなね、意外といい線いってたんです。で、決められないので、この3人にどれが一番腹立っただろうなって思う人の方に向きを向いてもらいましょう。ゆっくり、タコゆっくりだな。イカも決めたぞ。ヒレオはどっちだ、ヒレオはどっちが、あー、自分か、これは自分だな。なんか動物園みたいになっちゃうぞ。あ、来た。ああ、これね。皆さん、これが、2021年、令和の最新の煽り。これ。これ多分、ノラとかでやると怒られるので、気をつけましょう。